大好き、舞子です。キング&プリンスアリーナツアーメイドインのグッズが、やっと届きました。このグッズ販売がされた日の午前11時ぐらいに予約したんだけど、それじゃダメだね。早く届いてる人に比べたら1週間ぐらい遅れで届いてる。今日は私がね、一体何を購入したのかをご紹介していきたいと思います。やっぱさ、11時とかじゃダメなんだね。学んだわ。今更学んだとかじゃないのよね。何回あんた購入してるんだよって感じなんだけど、全然学ばない女。やっと学びました。11時じゃ遅いってことをね。いや、早速開けていきたいと思います。いや、なんかでもいつも思うんだけど、購入申し込んじゃうとさ、なんかそれでなんか満足しちゃって、買ったものってそんな覚えてなかったりするんだよね。はい。あれ私あれ買ったっけとかなりがちじゃない？ペンライトとかうちわとかは買ってんだろうなっていうのは覚えてるけど、細かいものが把握できてない。じゃじゃーん！何これ？ご注意くださいだって。一番上にトートバッグ入ってたけども、速攻注意事項書いてある。やばいじゃんこれ。どうする？ライブの日雨だったら使えないかも。この商品はデニム素材を使用しています。雨や汗などで濡れた状態や湿った状態では他のものへの色移りが起こりやすくなります。このため濡れたものを入れたり、濡れた状態でのご使用、また雨天時のご使用はおやめくださいだって。マジ雨降らないで？いろいろ変わってきちゃうから本当。もうカバンについて触れたからカバンから開けていきましょう。でもさ、今回このデニム仕様ってちょっと可愛くない？このトートバッグ普段使いしてもさ、あ、全然わかんなそう。持ち手がしっかり肩にかけやすい長さになってるし、しっかりマチもあるし、まあ、ポケットとかはちょっとないから、細かいものはね、なんかポーチとかに入れていかなきゃいけないかもしれない。よくデニムって、なんつう、酸味帯びた匂いするときあるじゃん。これ大丈夫です。ちゃんとメイドインのロゴも入ってるわ。こだわってますね。あとこのさ、こう、キング&プリンスの下に、メイドインってカタカナで入ってるやつ、意外だった、このロゴ。だってさ、このカタカナ表記されてるメイドインって、なんかちょっと、ゴジラ対なんちゃらなんちゃら、みたいな感じのフォントじゃない？わかんないけど。え、見て。これペンライトじゃん。箱にうっすらあのメイドインのさ、全員の漢字が入ったお花みたいなやつのロゴがついてるのをうっすら。箱自体がめっちゃかっこいい。前回もさ、シックな赤でかっこいい系だったんだけど、かっこいい続きになってる。ほら、見える？見えるね。今回はね、我が母のおかげで私参戦できますので、ペンライト、送迎、購入いたしました。一個開けてきまーす。出た。うわ、なんかちょっと木目調じゃない？よく見たら。ほら。プール。今回はなんかあるのかな？事前情報は特に入れずに開封してますので、何かあるのかな、これ、今回は。おー、かっこいい。アートアクアリウムって言ったことあります？金魚アート展。そこをなんか急に一気に思い出した。一旦ね、全色出してみますね。あ、これが黒かな？黄色。紫。青。ピンクない？どっかに。ないね。あ、見て。この裏の部分も、この形になってるよ。この押すボタンもそうだしね。今回はちょっと赤と黒系なのかなーって。 MV 見てても。つけてみます。おー、綺麗。うー、いや、なんか万華鏡だね。綺麗じゃん。すごない？考えなはるなー。ペンライト一つとってもすごいこだわりじゃない？鏡、手鏡、櫛も入ってたよね。ちょっと開けてみよう。取り出したらしっかりロゴも入ってんのね。周りにさ、かわいい。型だったお花がね、周り散らばってるのもかわいいよね。
開くと、ちらり。こんな感じですね。ライブ会場とか結構風強かったりするから、これでね、中入ってキンプリに会う前に髪を溶かすと。完璧なプラン。そして、こちらね。これって何なん？虫除け？虫除け。腕にはめるのは分かってるんよ。今さ、こういう虫除けあるよね。なんだっけ？後でちゃんと調べよう。こっちは赤。あ、いいですね。伸縮性があるから、割と誰でも入るんじゃないかな。イェイ！お、シリコンバンド。シリコンバンド。そしてポスターね。ずっと見えてたと思いますけど、ポスター。こちらは後で紹介しようと思います。そして、じゃじゃーん！今回のツアー T シャツ。ちょっと想定外のデザインじゃないですか？これもちょっと後で着てみたいなと思います。こちらもね、お母さんとちなみに着るために2つ買いました。2人分ってなるとね、やっぱ荷物重くなるわ。そしてハンカチ？ハンカチにして大きくない？スカーフって言った方が合いそうな。あ、うちわ！全部一回出しちゃおうか。ハンカチ全体をお見せしましょう。こうか。あ、怖くない？ちょっと透けてるし、涼しげ。ハンカチもあるんだね。夏仕様、冬仕様みたいな。いや、あるかどうかわかんないけど。そして今回購入いたしました。うちわは誰のを購入したと思う？めちゃめちゃ弱い。もう知ってたけど。やっぱ手元に届くのはやっぱ違うね。今回も5人分購入いたしました。いや、結構話題になってたけど、少年マジでさ、双子やん。だって翔くん自体の髪型がさ、蓮くんに寄せてないって思っちゃう。え、めちゃくちゃかっこいいじゃん、これ。どうなってんの？同じグループで。見て！唇かわいい！どういうこと？髪の毛もいい感じ。遊ばせてる。もうジンくんはもうお母さんに必須アイテムだったから、でもなんかやっぱ、みんなの美女が良すぎて買おうってなったよね。え、そしてさ、この度そういえば国宝級イケメンランキング出たじゃないですか。うちのカイちゃんが5位！もっと上いけるって信じてるし、16位、17位もダブルユータなんだろうなっていうのは確信づいてるんですよ。いや、どん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 さ、うちはもう増えてきてさ、どう収納しようかなって今は本当思い始めてる。まあ、嬉しい悩みなんだけどね。そして、じゃじゃん！パンフレットです。こちらのパンフレットまたシックな色合いで、今回のアルバム黒とか赤とかなんだろうなっていうのはなんか想定できてたんだけど、ちょっと中も見ていきましょう。いい光沢。お品がある。お品が。あれ？今回ってクリアファイルとかなかったっけ？え？クリアファイル入ってなくない？クリアファイル買い忘れた。追加で購入します。オープン。岩。おお、かいちゃん前髪短くない？はー、指切れた。なかったことに。え、でも赤と黒ってかっこいいんだね。やばいよ、レン君の横顔。ジン君のイケ方が止まらなくない？この写真もめっちゃ見えてる。このパンフレットの中にその写真集みたいなかっこいい写真も入ってるけど、彼らの思いみたいなのがこう書かれてるから、絶対参戦する前にも見ておきたいし、もし参戦できなかったとしてもどういう思いで私たちにこう接してくれてるのかなっていうのを感じられるから、結構パンフレットって大事だなって思ってる。また全然違う。各メンバー、あ、そっか、これこそ私が買い損ねたクリアファイルの写真。爽やか。淡い淡い淡い。このお花って何？アートなの？後から足されてんの？このアートと絡み合ってんで。なんか近い。翔くんが着てるジャケットの素材まで質感わかる。
やなんかこんなボンタンみたいな太めのパンツさ、翔くんじゃないとかっこよく履きこなせないって。はい、私の騎士くん。どこ見てるの？あ、みんなで寝てる。瞑想？何これ最後。コンセプトに対するメンバーそれぞれの捉え方や解釈を聞きました、だって。おー、かっけー、和だね。かいちゃんとかもこの和テイストな衣装とこの感じが一番かっこいいかも。あ、ダメだ、これみんなかっこいい。やばいけど、どこを見てるの？明日を見てる。メタメタいいじゃん、これメタメタいいよ。でさ、これ QR コードついてたんだけど、ただいま絶賛メイドイン中だって。7月29日、ライブ初日の前日、5時以降。え、何？夜？朝？どっち？とりあえず5時以降、パンフレットのコメントページにある二次元コードを読み込みますと、ツアー前日の追加コメントを読むことができます。そしてね、フォトセットも購入しました。金志くん、翔くん、全員、ちょっと見ちゃおうかな。あれ、なんでこれ翔くんにしたんだっけ？なんか理由があって翔くんにしたんだけど、なんで翔くんにしたのかちょっと忘れん坊症候群です。え、待って、今回どれもこれも美女良い。メンバー全員で写ってるのもすごいいいし、私これ個人写真も今回のめちゃくちゃいいと思う。どんな彼らも好きではあるけど、結構作り込まれてる感じなのかな。え、なんかすごいすごいいいんだけど、どういうこと？え、私なんか翔くんのさ、このなんかちょっとかがんでピースする感じ全部好きだわ。ちょっといい声出しちゃった。キシ君、あー、やってる、やってる。これやってる。キシ君の一番上に来る写真はそれじゃないと。でも今回ちょっと控えめよね、しゃがんで。いいじゃん、どれもいいじゃん。やだ、好き。どういうこと？あ、最後もこれで締めてる。私もこれからも困ったらこのポーズすることに決めた。そしていよいよポスターですね。これが最後、クリアファイル買い忘れたから。もう前回も忘れん坊したし、なんで私こんなドジなの？ほんと。みんなでせーどーじ。そら。え、私ポスターさ、あー、あれ？待って、私ポスターも買い忘れてる。え？なんで？私岸くんのポスターも購入したんだけど、なあ、やってらんね。とりあえずこの全員の、かっこいい、わだよわ。なんかすっごい嬉しい気持ちと、反面買い物をし忘れてるものがあったことが発覚して、いや、まあすぐ買えばいいんだけど、すぐ購入すればいいんだけど、なんでこんなドジなの？ほんと、嫌になっちゃうんだけど。多分これで私、おっきめ買ったと思うんだよね。この首元と袖のとこにリブがついてて、結構ギュッとなってるのかと思ったら、緩みもしっかりあるから。いいな、綺麗ちゃん。え、だって結構大きいよ。まあ、おっきめ買ったん、あれ、これワンサイズ？え、これワンサイズだっけ？これフリーサイズ？めちゃくちゃ大きいじゃん。今日ね、クリアファイルと、岸くんのポスターがお見せできなかったこと、本当に心から残念に思っております。皆さんね、おのおのの手元でお楽しみください。今日もこんな私のチャンネルをね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Face in your face.